はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。今日はですね、思い通りになんて育たない、反ペアレンティングの思想ということで、はい、ちょっとエアコン切ってすいません。これちょっと訂正がありまして、思い通りになんて育たない反ペアレンティングの科学です。正しくは僕ずっと第3回までずっとですね、反ペアレンティングの思想って言い続けてたんですけど、気づきました。間違ってます。反ペアレンティングの科学でございます。でアリソン・ゴプニックさん、2019年北森出版でございます。で、3回までね紹介してきて、まあ、今回でねちょっと無理やりにでも終わらせたいなと思います。まだ結構、あるんでちょっと急ぎ足なんだけど終わらせていきたいと思います。で、前回なんだっけ、その子供の脳の可塑性の話であったりとか、たくさん遊んだね、子供ほどそのキツネとハリネズミみたいなことで言うとキツネになれる、つまりその分野を横断して物事を柔軟に考えれるよと。で、こうカール・ポッパーが言った、優れた科学者っていうのは自分の理論が正しいと確認する証拠よりもその理論と対立する証拠の方に興味を持つということを指摘したなどということを、語りましたけれども、ちょっと似た話で173ページです。こうした実験結果を見ると赤ん坊は大人よりも優秀な科学者ではないかと思えてくる。大人は確証バイアスにとらわれることが多い。で、確証バイアスっていうのがですね、この前の本でファスト&スローという本でも、僕紹介はしたかどうかわかんないけど、ファスト&スローに出てくる概念で、確証バイアスって要はその自分の信念があるとすると、それに沿うというか、それにそぐうような証拠ばかりを人が集めるようになるってやつなんですよ。だから確証バイアスってね、まさにね、なんだろうな、いわゆるその陰謀論とかね、キューアノンとかもそうで、確証バイアスがもたら、なんていうの、キューアノンを作るのも確証バイアスなんですよ。つまりそのね、トランプは、民主党にはめられたんだと、ね、あれは不正選挙に違いないみたいなことを本当に信じちゃった人って、そういう証拠ばかりを集めるようになる。それでそういうことを告白するブログだっていくらでも出てきますよね。で、そういう記事だっていくらでも出てくる、そういうフェイクニュースだっていっぱい出てくる。で、そういう形でそのすごく客観的な報道、その CNN のニュースであったりとか、時事通信のニュースであったりとかですね、そういう、あとその選挙の委員会が発表してる、これは公正な選挙だったという発表とか、そういうものは全く目に入らなくなっちゃうんですよね。で、これが確証バイアスで、で、これがインターネットと組み合わせるとフィルターバブルとかですね、エコーチャンバーというね、現象につながっていきます。で、以前フィルターバブルに関しては一冊本を以前僕紹介してますので、興味ある方は検索してみてください。で、確証バイアスにとらわれることが多い。で、大人の方が実は子供よりも確証バイアスにとらわれることが多いんですって。で、私たちはすでに知っていることと一致することに注目し、予測を裏切ることは無視する。ダーウィンは、ね、ダーウィン、まあ、ここで優れた科学者の代表としてダーウィンを著者は挙げています。で、ダーウィンは自分の理論で説明できない事実を集めていたことは有名だ。もし、そうでもしないとそれらを無視したり忘れたりしてしまうことを知っていたのだ。つまりダーウィンという、人がですね、なぜ優れた科学者たり得たかというと、自分の理論の反対であるような仮説ばかりを彼は集めていた。なぜなら彼はそうしないと自分の理論を補助してくれるような言説ばかりを自分はね、取り入れてしまって、どんどん確証バイアスの罠に陥ってしまって、自分の理論の過ちを修正できなくなっちゃうということをダーウィンは客観的に、なんていうの、その自分を観察することができたわけですよね。まあ、こういうのがまあダーウィンの頭の良さなわけですよ。で、しかし赤ん坊は予期せぬことが起きるのを歓迎する。カール・ポパーの言う理想的な科学者のように、子供たちは自分の理論の誤りを正す事実を常に探している。そして遊び、調べることでそのような事実を発見するっていうんですよ。ね、なんか、なんだっけ、カカシのおもちゃの実験とかでも、そのバランスという概念を教えた子供ほど、そのバランスにという概念に反するような磁石の仕掛けをしてあるってかですね、そういうおもちゃで遊んだっていうのは、遊びっていうのはそもそもそういうふうに反証可能性っていうのを実践する場でもあるんですよ。だから実は遊びって、その、
サイエンティフィック、その科学的に考えるっていうのはまさに反証可能性を常に検証するってことですから、科学的に物事を考える準備をしてくれるのが遊びなんですよ。だからちゃんと子供を遊ばせないと、やっぱり子供は科学的思考力っていうのが多分なくなっていくと僕は思うんですよね。はい、次行きましょう。で、次はですね、ちょっと誤信念課題っていうのが出てくるんですね。で、イマジナリーフレンドっていうのが出てきます。また小説っていう話が出てきます。182から読んでいきましょう。例えば誤信念課題という、誤信念課題というのは誤った信念の課題という意味です。で、誤信念課題というよく知られた実験がある。まず子供にバンドエイドの箱を見せると、子供は中にバンドエイドが入っていると思う。ところが実は中にはバンドエイドではなくクリップが詰めてある。その後箱の中に何が入っていると思ったか、そして他の人は中に何が入っていると思うか尋ねる、幼い子はずっと中にクリップが入っていると思っていたので他の人もきっとそう考えるだろうという。しかし5歳になる、頃にはほとんどの子は自分も以前は間違ったことを覚えていて他の人も間違うだろうと理解できるようになる。しかし自閉症の子はこの種の問題を解くのにとても苦労するという、これね、ピアジェという人の発達理論に出てくるね、話なんですよ。で、これって誤信念課題って言うんだけれども、この場合クリップなんだけど、他にもね、いろんな実験方法があって、お姉ちゃんが舞台の上に出てきておもちゃを隠しました。じゃあおもちゃはどこにあると新しく入ってきた人は言うでしょうかみたいな。そうしたら、3歳とか4歳までの子供は隠した場所にあるよって言うと思うって言うんですよ。だけど3歳、それを過ぎる5歳を過ぎるとですね、子供は、新しく入ってきた人は隠したという事実を知らないから間違った答えをするだろうとして正しく指摘することができるんです。これつまり、他の人の立場に立てるっていうことなんですよ、発達理論でいうところね。だから3歳4歳まではこれがないんですって。で、4歳5歳になるこの発達段階になると、ほとんどの子供はこの誤信念課題を解くことができるようになる。つまり自分には分かっているけど、この人、つまり何だろう、この牛さんには、見えていないけど僕には見えている事実があるとしたらね、3歳4歳の子供はこの牛さんも僕と同じ光景を見ているに違いないというふうに類推するんですよ。でも5歳を超えると こいつは知らないんだからね、僕すみません、ポッドキャストの皆さん、僕牛のね模型を持ちながら喋ってるんですけど、この牛さんは僕が見たことを見てないんだから、きっと僕とは違う答えをするだろうということを正しく類推できるんですね。これが誤信念課題って言います。で、この誤信念課題を解くということとごっこ遊びっていうのが関係あるよっていう話なんです。続き読んできますと、ごっこ遊びを多くすることは他人を理解するのに大いに役に立つ。誤信念課題の成績がはるかに良くなる。そして想像上の友達、イマジナリーフレンドを持っている子供にその利点が特に顕著に現れると。ね、イマジナリーフレンドっていうのは結構ね、欧米に多いらしいですね。日本人ってイマジナリーフレンドがね少ないんですって。これ幼稚園の先生をしている僕の妻に教えてもらったんですけど、日本人はですね、イマジナリーフレンドを持つ人の確率が少なくて、欧米は多いんですよ。で、これ、ね、多分、理由も分かってて、欧米って、かなり早い段階で、例えば1歳とか2歳の段階で自分のベッドで寝させるんですよね。で、日本人の育て方ってもちろん家庭にもよるんだけれども、3歳、4歳、5歳、ね、小学校になっても親とくっついて寝るっていうね、親子も多分いっぱいいて、で、この差が多分イマジナリーフレンドを生むか生まないかなんだという理論があるそうです。はい、そうなんですよ。だからで、じゃあイマジナリーフレンドってすごい病的なものなんていうと、そうでもなくて、その子供がなんていうのかな、もちろんその病的なものである可能性もあるんですよ。だって親と引き離された寂しさが現れているって捉える、解釈することもできるんだからね。で、実際その実験結果はやっぱり親と引き離しちゃいけないんですよ、本当はね。だけどこれってね、なんかね、70年代ぐらいになんかね、シカゴ大学かなんかの教育学者が提唱した、子供は親とすぐに引き離すべきだという、子育ての理論が未だに信奉されてるんですよ、アメリカって。だからすごいね、本当にね、なんていうのすぐベッドで一人で寝かせるんですよね。はいはいはい。
でもうまあ最新の研究結果とかを知ってる人は多分そういうことしないんだよね、欧米の人でもね。でまあそのちょっと話それましたけど、このイマジナリーフレンドっていうのもまたそのごっこ遊びと同じような効果を発揮するんだよと、続き読んでいきましょう。事実でないことを事実であるかのように振る舞うことは大人にとっても人間心理を助ける、ごめんなさい、人間心理を知る助けになる。大人にとってフィクションの小説や演劇ごっこ遊びや想像上の友達に当たると。で、そうですね、うん、そうです。大人にとってフィクションの小説や、演劇はごっこ遊びや想像上の友達に当たる。だから子供が、ごっこ遊びとか想像上の友達、イマジナリーフレンドを通してしているその心の理論の学びっていうのは大人にとっては、小説とか演劇に当たるんだと。でそして、小説を読むことは他者の振りと同じ利点があるということが研究によって明らかになってくる、なっている。つまり小説を読むということは他の人のふりをするというのと同じような効果を発揮するんだと。で、小説をたくさん読む人はそうでない人よりも他者を理解することに優れている。大人版の心の理論の課題の成績が、同じ量のノンフィクションを、読む人よりも良くなるのだ。そうなんですよ。だからね、小説ってやっぱね大事だと僕思うんですよね。で、大人でも EQ みたいなものってあったりとか、その心の理論をね、その五神念課題で、解くみたいなことは あるわけですよ。もっと難しい問題なんでしょうけど、大人でもその人の心が分かるかどうかってことですよ。人の要は他者の靴を履いて考えるっていうね、英語のことわざがあるんだけれども、自分がその人だったらどう思うだろうかということをその人の文脈ごと、なんていうの、自分の脳を置換して、じゃあどう感じるんだろうかってことをシミュレーションできる能力っていうのがまさに心の理論なんですよ。でこれって大人でもそれが高い人と低い人がいるんだけれども、多くの場合小説をたくさん読む人ほど心の理論のその IQ が高いんですね。心の理論の IQ が低くなるのはノンフィクションしか読まない人なんですって。で、これね、僕ね、まあ日本でとにかくその本を読むということに関しては、なら僕も年間300冊とか読みますけど、もっと読む人っていて、で言うと日本で2大巨頭がいて、1人が佐藤勝さんで、もう1人が立花隆なんですよ。で立花隆は皆さんご存知だと思うんですけど、まあもう本当にすごいね、ロッキード事件、まあ彼によってね暴かれたようなもんで、まあ本当に日本の基地の巨人としてねずっと君臨してる人で、佐藤勝さんもちょっと世代若いんだけども、やっぱりですね、彼月に500冊ぐらい読むって言ってますからね、もうとんでもない基地の巨人人で。で、佐藤勝と立花隆の唯一の違いがあって、多読なんですよ。二人とも多読なんだけど、違いは何かというと、立花隆って小説は意味ないって言ってるんですよ。でも、佐藤勝は小説めちゃ意味あるって言ってるんです。ここ違うんですよね。で、僕はやっぱ佐藤勝の方が、まあ僕は支持する。そして、佐藤勝がクリスチャンであるということとも、僕はどっかで繋がってるような気がするんですよね。はい。ということで、なんか本というものを情報には還元できない何かがあって、それはその小説のような物語を読むことでしか得ることができない何かっていうのがあるんだよと。で、それ子供も同じで、子供で言うと小説は読めないんだけれども、ごっこ遊びをすることができるし、イマジナリーフレンドを持つことができるという。こういう話でございます。次はですね、まあそうですね、ちょっとね、これはちょっと本質から それるんだけど、文筆家みたいな話が200ページに出てくるんですけど、私のもう一つの職業である書くことについても同じである。書くことは特に良い編集者の助けを得て何度も何度も書くことによって上手くなる。かっこジョン・ケネス・ガルブレイズは批評家が気に入っていた彼の自然な文体は大体第9項で出てくると言っていたというふうに、まあこれは僕が割とその書くね、仕事というか、たくさんものを書くので結構書くことに関するね、文章が出てくると必ずメモってるんだけど、これね、まあ学習の話ですね、繰り返して なんかこう修正してもらうというか、っていうことの大切さを確か言ってて、で、まあ書くことっていうのは、だからそのジョン・ガールブレイズっていう人はすごく、まあ、自然な滑らかな読みやすい文章を書くことで知られてる、出るんだけど、だいたい9回ぐらい直された時にそれが出来上がるんだって言ってたんですって。で、まあ、僕も多分ね、物を書いたことある人だったらだいたいわかるんだけど、自分で自然だと思ってる文章って他の人から見たら自然じゃないんですよね。で、それを自然に直してもらうにはやっぱり何人かの人に読んでもらわなきゃいけないし、直してもらわなきゃいけないんですよね。で、そういうことが本当にできるかどうかって結構大事で、で大人になるとそういうことを人に頼めなくなってくるんですよね。で、なんか
かそのちょっと直されるのとかちょっとカチンとくるみたいな人もいるじゃないですか。で僕もいい気はしないですよ、ここ全然意味わかんないですねとか言われて、マジかよとか思うけど、でもそれが本当必要なんですよ、いい文章を書くためには。で僕はやっぱそういうことを意識して して、大人だからこそというか、そのね、あの若者のように上の人が進んでは言ってくれ来てくれないから、あの人に頭下げてこの文章書いたんだけどどうかおかしいとかありますかっていうことを必ず聞くようにっていうのは僕は習慣として持ってて、それは僕のすごくですね文章を向上させてきた秘訣があるとしたらそういうことかなと思います。次行きましょう。ですね、次はあと3箇所だからいけそうだな、はい、なんとかなりそうです。次はですね、子育てにおいてすごく大切なことはね、あの安全に愚行できる環境を用意してあげることなんだっていうのが、まあ著者が本書で結構後半の結論部で言ってることなんですね。で、人間には愚行権っていうのがあるんですよ。で、愚かなことをするという権利があるんです。で、これ深い話で、で、特に子育てにおいてはすごい大事な話で、大人ってさ、経験があるから、これは愚かなことだなってことが事前に分かりますよね。うん。だけど、子供はそれが分からないじゃないですか。ね。でも、その大人が分かるからといって、全部の失敗の可能性を潰していくと、その子供は多分だけど、まあ、早い話がダメになるんですよ。で、子供ってやっぱり失敗しなきゃいけないんですよ。そして愚かなことをしなきゃいけないんですよ。で、それは、まあ、第1回とか2回かな、でも言ったように、それは遺伝子に組み込まれた、その人間の生存戦略なんです。その愚かなことの中にも、すごく大切なことがあるんですよ。人類を前に進めることがあるわけですよ。で、そういう、その、まあ、ニホンザルのね、その芋を洗うという話もそうだけど、若い世代が、そうやって、上の世代が思いつかなかったことをするということの中には、多分100の、ね、トライがあるとすれば、90以上は愚かなことなんです。でも、その中の5つとか、その中の3つとかが、もしかしたら人類を大きく前に進めるかもしれない。そして、環境が大きく変わった時にも人類がまだ生きていけるという道を開くかもしれない。これが若者がその愚かである権利というものなんですね。それを押さえつけてしまう、あるいは大人がこれうまくいかないなというからといってその99を全部潰してしまうとですね、子供はもうトライすることがなくなってしまうんですね。なので、そのやっぱ膝に擦り傷をちゃんと作らせてあげるっていうんですかね。で、その擦り傷をちゃんと作れた子供が本当に賢い大人にやっぱりなっていくと思うし、で、そのバランスってすごい大事なんですよね。だからといってその擦り傷が骨折とか半身不随とかになったら、これはやりすぎなわけで、で、だからその半身不随にはならないようにちゃんと柵は作らなきゃいけないんだけど、その柵の中ではちゃんと愚かなことができるようにしてあげるっていうんですかね。このバランスすごい大事だよと。225ページ読んでいきましょう。就学前の子に安全で安定した環境を提供しようとするように、思春期の若者にももっと理論的社会的なレベルで同じものを提供することを考えるべきだ。だからその思春期とその子ね、あの就学前の子供、3歳4歳の子供って全然あの子育てのステージとしては違うんだけど、あの考え方としては似てると。で、3歳4歳とか5歳の子供たちっていわゆるその安全な場所で怪我できるようにしてあげるってことじゃないですか。で、思春期も同じなんだ、考え方っていうんですよ。で、それは何かっていうと、例えば思春期だったら、もうそれこそね、そのセックスの問題とか、ね、インターネットとの関わりの問題とか、車の運転の問題とか、うん、仲間と犯罪行為を行うんじゃないかとか、本当にですね、もうその失敗した時の深刻さって結構すごいことになるんですよ。だけど、その策を作ることで、それでもやっぱり思春期の子供が愚かなことをできるようにしておかなきゃいけない。これが大人の責任なんだっていうんですよ。続き読みますよ。思春期の若者が大人になる過程で起きる熱に浮かされたような行動を止めることはできないし、止めるべきでもないと。しかし、3、3日のためにコンセントに蓋をしたり、
階段の前に柵をつけたりするのと同じようにね、少なくともコンドームを買いやすくしたり、銃の入手を難しくしたりといった思春期の実験的行動から危険を減らすための策は講じるべきだ。これは本当にその通りだと僕は思います。で、前提として、あのね、思春期の子供なんて本当にどんな愚かなことをしても全くおかしくないと思いますよ。で、これは自分が思春期だった時のことを考えればわかるんだけど、で、あの頃って本当にまさに、ま、もう本当になんていうのかな、その性格とかね、考え方とかそういうレベルじゃなくて、本当にホルモンレベルで人間がどっかおかしくなってる時なんです、あの頃って。つまり二次成長って言うんですけど、まあ、いわゆるその男だったら、まあ、テストステロンがドバドバ出てでまあその深い思考とかができない、そして衝動的に何かを行ってしまうみたいなことっていうのが、もう10代っていうのはそういう時期なんです。生物学的にそういう時期なんです。だから最も多分自然状態にしてたら最も命を失いやすい時期が思春期なんですよ、多分。で人を殺しやすい時期かもしれないし、でじゃあそれをほっときゃいいかというとそうじゃない。それはその3歳児のためにコンセントに蓋をしたりするように、やっぱりあのその愚かな行動が破局的なことにならないようには、大人はその社会を設計することができると。でその中に著者はコンドームをね、買いやすくすることっていうのも大事だよって言ってる。でこれ僕は本当に同意するんですよね。結構ね、あのね、アメリカの南部の保守的な州って、いやコンドームじゃない、禁欲だとかって言ってコンドームを逆に取り上げたりするらしいんだけど、でもそういう州って得てして10代の妊娠がめちゃくちゃ多いんですよ。でこれはやっぱりそのもちろん教育もしたらいいと思いますよ、ね、清純であるというか、その、ね、あの体操を守るという教育は絶対した方がいいし、僕もすべきだと思うし、僕もしますよ。そして僕もあのそれによって守られたところもある。だけれどもそれとコンドームの問題って全く別で、コンドームを買いやすくするということはセックスした方がいいよというメッセージではないんですよ。これは全く位相の異なる問題だから、いわゆるそのアメリカの南部の保守的な州の過ちをやっぱり犯しちゃいけなくて、ちゃんとそういう性教育をしながらコンドームにもアクセスを、準備しとかないと、本当にあの優位に10代の妊娠率は高まってますからね。そういう低層を守るという教育だけで一本、ね、その一本なんていう打法、あ、一本足打法で勝負した州って、でむしろちゃんと性教育をしながらコンドームを学校で配るみたいな、ね、州の方がちゃんとあの子供たちは幸せな結婚するんですよ。だからなんていうの、そのそれってすごい教育者の傲慢でもあるし、その人間ってやっぱり教えられても間違うことだってある。だとしたら間違った時のリスクを減らしてあげるっていうのは必ずしも間違いを奨励してるわけじゃないんだという、そこを分けて考えれない人が僕は多すぎると思います。でちょっとコンドームで熱くなりすぎましたけれども、あの銃の入手も同じですよね。でまあ銃の入手日本人にはあんまり関係ないかもしれないけれども、まあアメリカでもやっぱりその、 あの10代の子供がじゃあもうあの絶対に喧嘩のね率とかって10代の子供が一番多いと思うんですよね、思春期の子供が。でじゃあその子供が拳で喧嘩する分には歯が1本ね、最悪歯が1本折れるで済むかもしれないんだけど、その時に手元に銃があったら死んじゃうかもしれないじゃないですか。そしたらもう教育も何もないじゃないですか。だから銃の入手をね、銃にアクセスできないようにしておくこととか、あとまあその車の運転とかですね、お酒、そういったものが組み合わさらないようにするとかですねそうやって安全に失敗できる。で、10代でお酒飲んでもう次の日吐いてみたいな失敗もあるでしょうね。でそれはもうあるんですね、まあアメリカ、まあ全部欧米の話で申し訳ないんですけどね、親父のねガレージから車こっそりキーを盗んで運転したけど、隣の家の車にぶつけちゃった、こんな失敗ありますよ。だけどそれがアルコールとじゃあね、その車の失敗が重なった時にもうあの人が死んでしまったりとか自分自身が死んでしまったりする、そういう失敗だけからはやっぱり守らなきゃいけない。だけどその安全な失敗って言ったらあれだけども、なんていうかな、愚かなことをする権利まで奪ってしまうと、やっぱりその人のなんていうのかな、人間としての、うん、
ポテンシャルが花開かなくなっちゃうんですよね。うん、なのでその感じ、そのバランス本当に難しいし、簡単に一概に語れることではないんだけど、でまさに今近藤部の話とかも、もが代表的なようにやっぱ議論を呼ぶ話でもあるんだけど、基本思想としてはやっぱり子供は愚かなことをする権利があるということを大人は知らなきゃいけない。だけれども大人だからこそその愚かなことが破局に至らないようにするための安全弁みたいなものがどこにあるかも分かるわけです。それは銃へのアクセスだったりとか、コンドームへのアクセスをしやすくすること、銃へのアクセスをしづらくすること、あるいはそのまあそのなんていうか依存性がものすごく高い薬物はもちろん遠ざけていくこととかですね、まあ、そういった当たり前のことなんだけれども、そういう制度設計をした上で、だけれども子どもが愚かなことをする権利までもは奪わない。なぜならその愚かな100のことの中の5つはもしかしたら本当に社会を豊かにする発想も含まれている可能性があるからですよ。で皆さん思い出してください、あの猿ね、日本猿のその芋を洗うという行為を最後の最後まで受け入れなかったのはボス猿だったっていう。だから高齢の男性ほどやっぱり子供を押さえつけたがるんだけど、その誘惑に皆さん抗っていきましょうよってことですよ。次行きましょう。でここ、本書の結論文になりますね。250ページ、これがまさに反ペアレンティングの科学というサブタイトルの理由であります。それは、大工ではなくて庭作りであり、それ自体で価値のあるもの、それが子育てなんだって言うんですよ。で僕ねここ読みながら、ちなみになんかね教会の話にも似てるなと思ってた。僕ね、クリスチャンだから。ちょっと読みますね。250ページ。ここまで私は親と子の関係について一般的なペアレンティングとは違う考え方を論じてきた。子供の世話をすることは人間の行為の中でも絶対的な意味で基本的で奥深い価値を持つ。けれどもそれは大工のような決まった形の大人を作るためのものではない。親になることは庭作りに似ている。大切なのは豊かで安定している安全な環境を整えて、いくつもの違う花が咲くようにすることだ。子供たち自身が様々な思いもよらぬ将来を生み出せるような強くて柔軟な生態系を作ることでもある。それは特定の親と子の特別な人間同士の関係、献身的で無条件の愛情の話でもある。ペアレンティングの考え方は子供が成長して大人になった時の価値で子供を世話することの価値を測れるというものだ。しかし私たちは子供の世話の価値を他の価値に転換しようとするのではなく、ただ親と子の関係は唯一無二のものだと考えるべきなのだ。そのような関係は哲学者が言うように本質的なものであり、何かの役に立つから価値があるというわけではない。子どもの世話はそれ自体が良いことなのだ。将来それで何か他の良いことが起こるからだけではないと。そうなんです。2つのことをここで著者は言ってます。1つは子育ては大工じゃなくて庭作りであると。で大工と庭作りのやっぱり一番の違いは、大工はできたものをコントロールできるんですよ。脳内にあるイメージの通りに子供を育てることができると考えるのが大工的な育て方だとすると、庭作りってまあもちろんこの種はパンジーだからパンジーが咲くなぐらいはわかるかもしれません。でもですね、もっとダイナミックに言えば、実は我々が持っている子供の種って何の種かわからない種なんです、どちらかというと。でね、親だから子供の子なんてことなんてわかるわと思うかもしれないけど、実はその人間の一人の男性と一人の女性のその遺伝子がくっついた時のその組み合わせって、もう億とか兆とかの組み合わせがあるんですね。そうするとそれが一体どんな子になるかというのは本当に未知数で、まさに何の種かわからない種を預かったようなものなんですよ。じゃあそれが、私は花が咲くと思ってたけど根っこでジャガイモができるのねみたいなこともあるでしょうしね木になるかと思ったけどもやしだったのねみたいなこともあるんですよ。でもじゃあそのもやしを嘆いちゃダメで、そのもやしだってその社会全体には必要ない最高のもやしになればいいんですよっていうことであって、
だから、全くやっぱ思想が違うわけですよ。で、僕もは、の大工ではなくて庭作りだっていう感覚は本当に大切にしたいなと思っていますね。で、著者がここで言ってる二つ目のことは、ペアレンティング、つまり子育てっていうのは、ね、その何かのためにすることじゃないんだよって言ってるんですよ。ね。だから、ペアレンティングの考え方って、子育てっていうのには目的があって、それは子供が素晴らしい子供になるためだ、みたいなこと。で、おまけを言えば、その素晴らしい子供の定義が、なんか、学校の成績とか、なんか、社会的成功とか、将来の年収とかで測られてしまうという、もうクソみたいな考えがあるんだけど、それは本当にクソだと思います。そうじゃないでしょう。だって、もしかしたら、障害を持った子供が生まれる場合だってあるかもしれないですか。じゃあ、その人にとっては、ペアレンティングって失敗が約束づけられたことなんですかってことになりますよね。全然違いますよ。そうじゃなくて、子育てっていうのはそれ自体がご褒美なんだっていうんですよ。恋愛っていうかな、まあその人を愛することってそうじゃないですか。なんか他の目的のために人を愛するっていうのはその定義により愛じゃないんですよ。で、子育ても同じだと思うんですよ。子育てを何か将来のためにやってるとしたらそれは愛ではないですよね。今その子供が本当に愛おしくてたまらないから愛するわけじゃないですか。で、これってね、あの子育ての第5回というジュディス・リッチ・ハリスかな、あ、ジュディス？リッシー、忘れちゃった、違う、ジュディス忘れましたけど、子育ての第5回という、以前僕が紹介した本の結論と全く同じ結論なんですね。次行きましょうか。で、これ最後です。で、まあ最後はちょっとおまけみたいなもんで、この本書のですね、最後の最後の文章です。で、271から272、私たち親や祖父母は愛する子供たちが未来に向かって飛んでいくのを見なければならない、ね、その未来に自分は決して到達できない、はい、王子、これはですね、著者のね、孫なんですよね。で、このゴプニックさんは、息子がいて、その息子に子供がいて、その子供がオージーなんですよ。オージーの40歳以降の生活を私は知ることができないと。つまり、まあゴプニックさん多分すでにね、孫がいるってことは60代とか、でしょうから、まあ彼が40になる時っていうのは、まあ自分が100歳を超えなきゃ見れないから多分見れないだろうと。そしてそれがどんな生活か、予測することさえできないのは純然たる事実である。しかしこれにはもう一つの面がある。私はそこにいないが、彼はそこにいるので、私の一部もそこにいることになる。結局、人間の親と子の物語は悲しいものではなく希望に満ちている。両親は私たちに過去を与え、私たちは子供に未来を手渡すのだと、はい。この物語が子育ての何たるかなんですよね。それを紡いでいくってことですよ。で、僕らって、まあ僕もね、その長女がね、生まれたのが39歳の時、まあ40になろうとする時、次女が生まれたのは42でしょうか、ね、なんで、もうね、なんだろう、彼らがじゃあ、まあ結婚するのは見れるかもしれないけどね、この子たちが30代でじゃあ子供を産んだとしましょうよ、そしたら孫が生まれるのが、僕はもう70代ですから、そしたらその孫が結婚するのはちょっと厳しいかなぐらいな、ね、成人するの見れねえかなぐらいなことは僕も、まあ、普通に予測できるわけですよね。で、だからといってそれは悲しい物語じゃなくて、僕の一部がその子供を通して生きてくれるわけですよ。で、これってなんか輪廻転生みたいな話じゃなくて、なんていうのかな、まあ、僕自身がね、その父親がね、僕は大学5年の時に亡くなりましたよ、癌で。52歳でしたよ。で、もうこの世にはいないわけだけど、でもなんか時々思うのは、その父親が生きれなかった分を俺が代わりに生きてんなって思う時もありますよ。で、明らかに僕の父親を形成していた分子のいくらかは僕の中にも今もあるわけですよね。少なくとも DNA という形で。って考えると、まあ、そういう物語の我々は一部になるということで、で、それってそれ自体が僕は価値だと思うんですよね。やっぱ人間って作品だから、そして、まあ、クリスチャンの視点で言えば神の作品だから、
自分自身がその一部になれるということがやっぱ子育ての希望であるし、それは特権でもあると。で、何度も言うんだけど、それは子供が将来成功したかどうかなんていうこととは全く関係のない次元で豊かな経験なんだよと、まあ、そういうことをですね、思い出させてくれる、まあ、非常に面白い本ですので、まあ、子育て中の親御さんが読んでくださってもいいし、これから結婚するという方が読んでくださってもすごい有意義だと思います。思い通りになんて育たない反ペアレンティングの科学、4回にわたって紹介してきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。